はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、はい、今夜も佐渡島からお送りします。今日は月曜日、6月、24日の月曜日です。はい、まずは週に2日は休暇、週2日の休館日、残り5日は罰館日ということで、酒は1日2合までということで、今日も佐渡島からということでやりますが、明日火曜日、水木と、毎週水木と、休館日を設けておりまして、それまで楽しもうかなと思っております。今日の楽しみ方の一つは、酸味の少ない酒をに酸味を足すために、酢を入れてみようという話です。酢、これリンゴ酢、この前も言うたんですけども、最初飲んだ時はもう酸っぱいだけのもんだなと思っとったんですが、これと違う、そのなんだ、玄米酢、もっとなんていうか発酵の匂いのかなり強烈なやつを飲んどった、その後に、このリンゴ酢を久しぶりにまた飲んでみたところ、やっぱり飲み終わった後にこう酸っぱいだけじゃなくて、飲み終わった後にリンゴの味が、果物の味がするもんで、これは今でも日中暑い時は氷入れて水入れて、でこのリンゴ酢をタラタラっと垂らして飲んどるわけなんですけども、この酸味を、この酒に、酒と混ぜることによってちょっとこう進んでいくんじゃねえかなという気になっております。酸味があった方がどっちかというとか酒は飲みやすいというか、その料理と一緒にいけるんじゃねえかということで、佐渡の中ではこのオールラウンドというか、はい、出来上がった味の、その丸く出来上がったという感じの北摂の純米酒をまず入れて、このノージンググラスに入れて、それからちょっとこのリンゴ酢を、この、これはまあ焼酎用のグラスなんだかな、焼酎用のグラスに入れまして、ちびっとだけこう入れると言ったらどうなるかと、ちょっとだけ、ほんのどうだろう、1滴2滴3滴ぐらい落としたぐらいだと思うんですけども、それだけ入れて、数値的にはそれは酸度は上がるんでしょうけど、うん、なんかこう、はい、甘い梅酒っていうか、酸っぱい感じの梅酒、まあ飲んだことある中で頭に思い浮かんだのが、うん、本当甘い梅酒みたいな感じで、柑橘系のスッとする、酸味が少し、まあこれ、それは量にも、これの量によるんだろうけど、いい感じで、なんかこうキリッと引き締まるというか、そんな気がします。いいんじゃねえかな。な、次これ、はい、金鶴の開く、純米酒の開くを、30年11月日付です。あ、ちょっとベルすぎたかな。うん、なんか酢、リンゴ酢のこの酢の香りがやけにツーンと、つうか鋭い、切れ味鋭い香りがなんかまずい、あんまり入れすぎるとこれ嫌な攻め台一周になりそうな気がしますが、
ちょっと入れすぎたな。ちょっと入れすぎたけど、これ何やって言われたら酒っていうよりもなんか本当やっぱり甘みを抑えた梅酒みたいな感じの味。これあとはそのリンゴ酢の加減次第だなと思います。うん、なんか甘いような酸っぱいような、それでもってこれもしかしたらレモンを絞って入れてみるとまた面白いんだかもしれんな。まあそうまでして先に酸味を足さんなんかって思われる方もおるかもしれませんが、なんか白ワインに近づいてきたような気もします。そうなるとますます、食い物が欲しいなるなという感じで、食中酒にはいいんじゃねえかなということで、リンゴ酢、酸味の少ねえ酒には、これもあとスポイトで取ってポタポタポタっと2、3滴垂らすぐらいで、まあ、この量だから2、3滴垂らすぐらいでいいんだろうと思います。1号だったらどうなんだろう、10滴ぐらいもポタ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 垂らすといいんだかな。そんな感じで、やっぱり酸味のある酒良さそうです。はい、じゃあ次は実際に酸味の強い酒を直に飲んでみます。とりあえず以上、佐渡伊藤酒店晩酌1号1へ6月の24日分は終わります。1本目は終わりますと。以上です。はい。